とこソリッソ、ソリッソってとこに来ております。ね、でなんかすっごい種類があるんだって。ちょっと車が止まってるから下まで取れないんですが、すごい。高まる。迷った。激迷い。激迷いです。たどり着くのあるかな。できれたらいいですね。売り切れ、売り切れとか言います。泣ける。すごいねこれね。すごいよこれ、見て、うーん、これ全部制覇するのにめちゃくちゃ日にちかかるんだかって感じ。で全部は制覇できませんよな。そしてクリームもあるよ、うん、ほら、ドライフラワー、そしてて、到着しました。おしゃれすぎて震える。ブル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 。にしてくれるらしいね。大丈夫？ごめんなさい。大丈夫？大丈夫？そっちの方が大丈夫かも。大丈夫？お湯がけいただきませんよ。期限は当日ということでございます。今日何するって感じだね。今日何する？うわ、ちょっと母さんいちごミルキーマフィンの気になるな。カボチャマフィンもある。カボチャは？カボチャマフィン。カボチャマフィン。カボチャ好きやもんね。カボチャ好きやもんね。うわぁ、何もね、迷わないな。ああ、すいません。なんか、あったかくやつ。はい。ピーナッツバターマフィン。あとは。あとは。ちょっと2個な。すごい、6個。
ピーナッツバターマフィンと、そしていちごミルキーマフィンを一つで、ブルーベリークリームチーズマフィンを一つで、ハニーロイヤルミルクティー、はい、ロイヤルミルクティー一つ選んで、お茶マフィン、お茶マフィン、そうだろうな、あとはどうする、あと一つクリームチーズ、クリームチーズマフィン、クリームチーズマフィンの一つ、以上で、はい、1,2,3,4,5,6 個ですね、はい、謎に1人2つというわーい、なんかさ、マフィンが小ぶりやったっけ、そうか、1人2個にしてみた、ほらね、あのコストコのマフィンに慣れてる人はちっちゃく感じるけど、とカロリー的には1個で本当は十分なんやけど、2個買った2個買ってしまったって、おしゃれ、すっごい種類があったっぽいね、もうあんま売れててあんまりね、またね、あの平日来てもいいかもしれない、平日にね、朝一とかね、あ